たもんよ。これなら。破壊兵器の力だ。チャンスだノア。あいつは追い詰められてる。破壊兵器を取り返せるぜ。任せて。無駄だ。その程度の力などダメ。このままじゃ。ノアだけじゃねえさ、俺様の力もありったけ乗せてやる。だからノア、諦めんじゃねえ。お前が約束させたんだぞ。そうね、そうだったわね。喰らいなさいクレイ。これが私たちの、変わっていく私たちの力よ。なぜだ、なぜ。鍵よ、お前の仕業か。お前は俺様を鍵って呼ぶけどな、俺様が本当に単なる鍵なんだったらこんな姿にする意味もないだろ。魔女が俺様に人の言葉を喋らせたのは自分の頭で考えろってことなんじゃねえかな。そんなものはただの想像だ。そうかもな。だけどよ、ノアと過ごして分かったんだ。錬金術師も泣いたり笑ったりするただの人間だって。俺様たちが悩んでるみたいにあいつらだって悩んで迷って頑張ってるんだって。魔女にも未来がどうなるかなんて分からなかったんだ。だから俺様に託してくれたんだって。今はそう思ってる。まあお前の気持ちもちょっとは分かる。俺様たちはキャラクターだもんな。作ってくれたやつの役にはそりゃ立ちたいよな。そんなことが意味を持つのか。グレイ、あなた。肉体を維持するマナまで破壊兵器に吸い尽くされたか。認めよう。お前たちは私の計画を阻み天命をも覆した。ノアリトルよ、ダイアンリトルは生きている。私はダイアンと戦いその全てのマナを奪い去った。錬金術師としてのダイアンを殺したのだ。やつ、父さんは。それじゃ本当に計画を受け継ぐ他に道はないと信じた。それこそが作られた意味だと疑わなかった。そんなことない。意味なんて計画なんて関係なしに、父さんはあなたを大切に思っていたはずよ。だってあなたの名前はグレイ・リトルだもの。父さんは名前だけじゃなくてあなたに名字を、家族の証を与えていたんだわ。家族、そうだったのか。私はすでに。消えちゃった。グレイはダイアンに認めて欲しかったんだな。そんなことしなくたって
とっくに家族として認められてたっていうのにさ。とにかくお前の父さんは生きてる。それは良かったじゃねえか。行くんだろ、ノア。ええ、聞かなきゃいけないことがたくさんあるもの。確かめなきゃいけないことがたくさん。ねえジッパー、あのね、もしよかったら。俺様はこの遺跡に残るよ。魔女の発明はグレイのせいで不完全に起動してる。俺様が制御しなきゃ誰かに目をつけられちまう。そうそうよね、ジッパーにもやるべきことがあるのよね。ああ、魔女に作られた鍵としてじゃない、ジッパーとしてこの遺跡を守っていく。そう思えるようになったのはお前が俺様に名前をくれたからだ。ありがとう、ノア。お前に会えてよかった。何よ、ジッパーのくせに、イジパリのくせに、最後だけそんな風に言うなんて。出会えてよかったなんて、私だってそう思ってるわよ。あなたがいてくれて本当によかった。ああ、いつか遺跡が正しく眠りについたら俺様はお前を探しに行く。ええ、その時にはきっと父さんのことも見つけ出して魔女に負けない大錬成術師になってるわ。約束よジッパー、必ず必ず。ま、ああ、約束だノア。またな、お前の旅路に祝福を。修理完了。遺跡のおかげで前より動きが良くなった気がするわ。父さんは生きてる。グレイから聞いた情報もある。絶対見つけてみせるわ。よし、準備完了。それじゃあ空に向かって出発。行きましょう、次の冒険に。